白髭神社古墳は福井県小浜市平野にある古墳。形状は前方公園墳、上中古墳群を構成する古墳の一つ。小浜市指定史跡に指定されている。福井県南西部、若狭地方の北川佐賀の山麓に築造された古墳である。公園部墳町には白髭神社が鎮座する。これまでに1995から1996年に、 若狭歴史民族資料館による範囲確認調査が実施されている。噴景は前方後円形で前方部を正方に向ける。墳丘は二段畜生で、墳丘表面では吹き石は認められていない。墳丘周囲には縦型集合が巡らされる。主体部の埋葬施設は明らかでない。出土品としては、円筒波庭編のほか、足つき四連壺。 装飾付け足付き小餅つぼ、亀、月が検出されている。以上より、築造年代は古墳時代後期の6世紀前半ごろと推定される。古墳域は1975年に白髭神社前方公園墳の名称で、小浜市指定史跡に指定された。なお、周辺では、上仙塚古墳、下仙塚古墳などからなる、日笠古墳群の分布が知られ、 本古墳もそれと一体的に捉える説がある。古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。